にちは、今村です。今回はウィングハートの書き方の説明をしていきたいと思います。ウィングを書いて上にハートを乗せる形ですね。1つ目、ここですね。いつも通りカップの取っ手の手前側の延長線上から入れていきます。ウィングを書くときは第2項のレイヤーハートと同じようにテンポ180ですね。テンポ180で同じ場所で振り続けます。すると、ここ2つ目、ミルクが奥に当たって返ってきます。で、振っているので一つ一つのレイヤーがもし同じ場所で振れていれば同じ速度で返ってきて、ちょうど足並みを揃えて半円を形作ります。半円を形作ったなと思ったら、一番初めの場所、この場所からやっと初めて動きます。半円を作った瞬間に前へ前へ前へと同じ180のテンポで出ていきます。だいたい奥側の取っ手の延長線上まで出れば OK。 前へ前へ前へで、もうちょっと出ても構いませんが、ここら辺が潰れてしまうのであんまり出るのはおすすめしないですが、出なさすぎるのは結構微妙でウィングが綺麗に描けないので、奥側の取っ手ぐらいまでは出てあげるといいと思います。で、3つ目、そしたらウィングがこんな感じで出来上がっていると思います。前へ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 、ここでまっすぐ切った形ですね。前へ前へ前へ、そしたら2つ目のハートどこから入れたいかっていうと、頂点、このハートの頂点を結んだところよりも手前側から入れます。で、ここでゆっくり大きくハートを描いていって、ドットの真ん中でアップしてカットで、スタイルにもよるんですけども、ここで終わってもいいし、ここまで行く人もいる。自分の場合はよくここで止まります。で、なんでここで入れるかっていうと、もし頂点を結んだ中点から入れると、こんな感じでハートがウィングに巻き込まれて、ハートウィングの中にハートが形作られるっていう状況になります。だから上からはめていく、こんな感じがウィングがあってハートがあるっていうこと、形がいいと思います。全体的に見てラテアートがこう全体的に丸っこい形になるといいんじゃないかなと思います。で、しっかりここからミルクの量をガッと入れてあげると、このウィングも育ってこっち側に伸びて、上に伸びていってくれるのでいいです。で、この柄のメインは技術的なことを言えば、ウィングが描けるか、しっかりウィングの形が描け、ウィングのベースができるかっていうことなんですけど、まあ実際見た人から言うと、あくまでメインはハートですので、ハートが可愛くないと成り立たない柄なので、最後の上のハート、どんな形のハートを作るかっていうのが結構大事です。よくあるのが、すごくこのメインのハートがすごくちっちゃかったりとか、ハートが右寄りになってたりとか、左寄りになってちょっと曲がっているパターン、あとハートがなんか長細かったりとか、ちょっとデブっちょいハートだったりするので、そこを気をつけてやるといいかなと思います。まあ、これで言うと、ミルクの量を増やす、ピッチャーを傾けずにまっすぐ入れる、細長いのはピッチャーを、
ドットの真ん中じゃなくて奥っちょまで押していたりするのが原因。あとはドットの真ん中でアップせずに、ドットのアップするときにまっすぐ進みながらアップする、まっすぐ進む押しながらミルクを上げるとこういう風に前に押される形になります。このデブっちょいハートはミルクのドットの真ん中にスパウトを持っていかずに出遅れた形なので、しっかりスパウトをドットの真ん中まで持っていくといいと思います。じゃあ実際に動画で見ていきます。ウィングを描いてハートを入れてまっすぐ切って終わるっていう柄ですね。一番初めのドットを入れる場所は取っ手の手前側の延長線上に入れていきます。ここでドットがこういう風に出始めるので、ラインができたら180のテンポで同じ場所で振っていきます。下がったり前に出たりしない、ずっと取っ手の手前側の部分で振り続ける。大体このぐらい半円ができたと思います。しっかり足並みが揃って、みんながこういう風に自分の場所に、自分が注いでいる場所に帰っている状況、これが確認できたらゆっくり前に振り続けて進んでいきます。トントントンと。でまっすぐ進んだところでまっすぐ上に向かって切ります。だいたい奥側の取っ手の延長線上まで進んでいますね。で、2つ目、ハートの頂点を結んだところじゃなくて、そこよりもちょっと後ろ側からはめに行きます。ドットにの真ん中までついていって、しっかりミルクを出してアップして、まっすぐリングの当たるまで切ります。入れた時と比べてウィングがしっかりこういう風に座ってるのが分かると思います。引き込まれるようにウィングが伸びていくので、それを少し考えながらちょっと手前からミルクをしっかり入れてあげるとこの柄は可愛くなります。ラスト見ていきましょう。ウィングウィング前前前前前前切る、でハートを入れてしっかり真ん中でアップしてまっすぐ進む、完成。以上です。